西武記念初日11レース、地元埼玉の一野平康弘選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、松坂前走終わってから中5日、ですけれども、このあたり、練習とかっていうのはどのように過ごされてきましたか？まあもういつも通りやってきました、はい。調子自体、その練習の感じとかっていうのはいかがでしたか？もう悪くないと思います。それでは、明日初日が、後輩の森田優也選手の番手というところなんですけれども、連携は初めてですかね？初めてですね、はい。練習とか一緒にやったりっていうのはありますか？練習もないと思います、はい。本当に、まあ、どういった走り期待したいというか、まあ、イメージとかっていうのはありますか？そうですね、もう強いのは知ってるので、もう僕がしっかり離れないように、もう上位独占できるように頑張りたいですね。普段一戸選手前で動くこと多いですけれども、最近番手っていうのが増えてきましたね。そうですね、もう前で頑張ってくれる若い子が増えたので、しっかり番手の任務をこなせるように頑張りたいです。ありがとうございます。それでは、最後に今回祭の、意気込みですね、一言お願いします。しっかり決勝に乗って埼玉で上位独占できるように頑張りたいので、応援よろしくお願いします。